この夏の間、私は再び本と一緒に旅に出た。行き先は本の舞台である私の生まれ故郷北海道。まだ私が知らない北海道と出会うために、夢のように美しいが現実のように確かな音、僕はその音に憧れてここにいる。ジョイになる、きっとなって見返してやる。純子の幸せは自分の求めるものとは全く違う形をしていた。あとみんなが受け入れてくれる。素敵だね、みんな優しいんだね。自然の厳しさ、そういうのがね、ここではね、子供たちにしっかり教えてくれるので、親が思ってるって思うだけでこう泣けてくるっていうか、今なくなったと思われてるものがここにはたくさんあるなと思って。日本ジョイ第1号荻野吟子開業の後、女性としての人生は考え直してやり直したい、憧れっていう気持ちはあり続けたんじゃないかなって思います。自分の中の確固たる指標を持ってる人って絶対生きてる人の中で少ないし、ああこれじゃあ私は全然苦労のうちには入ってない、うん、あこれは私のがまだまだ幸せっていう。幸せってどこにあるのだろう。